スポンサーさんはやっぱでかいんですね。でかいです、正直。ファイトマネー高いです、あの年間そうです、はい、余裕で高いです。じゃないと俺あんなに時計買えないです。時計なの、あ、まあ、時計はね、もちろんその YouTube だったり。第2個の僕はあんまりルキアにあんま興味ないんで、もう次の質問っていいですか。チャンネルもみんなあるバンションバンション報告してんから、違法な、違法なアカウント。じゃあもうシキランドで、俺がシキランド、俺のチャンネルやから。で、時計何本持ってるんですか。時計5本ですね。おお、時計はちょっと見たい、ちょっと見たいね。これね、見てくださいよ。いいですよ、映して。いや、ちょ、持ってこい。なんでやねん。持ってこい、持って、俺のチャンネルやから。俺のチャンネルやから、1個持ってこい。あれ、1個、持ってくの誰か、俺の1個。年上ですもんね。年上やで。は年齢でマウントってくるタイプのダルビー先生、嫌われてると思う。これですね、一応ね。ちょ、1個ずつ紹介してってよ。全然いいですよ。え、これでも公開 初めてじゃん。これ初っすね。え、これやばいな。これええの、俺のチャンネルで。いいですよ。え、ほんまありがとう。なんかいいですよ。はい、時計も終わり。もう別にいるけど、もう自慢しか始まらない。今から自慢しか始まらない。いいか、いいか、そう。あ、これ一応ね、これ思い出がある時計なんですよ。うん、その思い出は。これはあのデイトナのアイスウールって言って、うん、そのロレックスのデイトナの中でこれ一番唯一プラチナが使われてる素材が。あ、そうなんです。ステンレス、コンビ、金、プラチナっていう順番に高いんですよね。で、プラチナっていうその使われてるのがデイトナでこれだけで、このアイスブルーってやつ全然興味ないでしょ。ちょっと分かってないっすよ。プラチナもないかも。お前黙れって、黙れって。スチールとプラチナ違う。説明書みたいな。まあ、まあ、いや、聞くわ、聞くわ。まあ、これが、うん、すごい、いいやつで、うん、で、その時計に、うん、去年興味持った時に、うん、どうせ考えたら1本目で1万円使ったろうと思って、うん、これは正直、めちゃくちゃ高いです。こん中で一番高い。え、これはいくらですか、ちなみに。これも2000万円ぐらいしますね。やばいな。それ、ツバ飛んでるから。はい、次行こう。だからこれがそのロレックスの、うん、これはまあ金にある金額ですね。金のそのスカイドゥエラーって言って、うん、そのスカイドゥエラーの金です。これはコナーマクレーガーがつけてるから、つけてたんですよ、うん、だから俺はマクレーガーのことがすごい好きで、うん、でまあそのスカイドゥエラーってロレックスも好きなんで、これは買いました。そんな理由で。あ、そんな理由で買いました。すごいな。で、これがオーデナビゲって言って、うん、まあ、世界三大時計のうちの一つです、オーデナビゲっていうのは、うん、で、これは僕はね、大阪のオーデナビゲがあるんですよ、ブティックが、うん、そこに本当理由もなくフラッと行ったんですよ、うん、オーデナビゲっていう時計いいかなと思って、うん、見に行ったらこれね、本当手に入らない時計なんですよ今。あ、そうなん。すごいです、玉数がマジですかね。年間で4万本しか作られない世界で、もうこれ決まってるんですよ、数が。で、そこのすごい偉い人が僕の YouTube をもともと見てくれてて、マジでかなりもう優先的にこう買わしてくれます。だからこれはマジで正直、あの、これ買うよりもすごいです。あの価値は高いんですけど、買えないです、こっちの方が。そうなの、はい、新品とかで買えないですね。すごいな。で、これはウブロですね、あの、この有名なウブロ。はい、ウブロです。これはこれはウブロのバンドですね。付け替えバンドで。どこの袋。だからウブロやめて。こう袋もウブロ。ウブロ。袋はウブロか知らん。袋はウブロか知らんけど。はい、すごいな。で、まあ、買ってるっちゃうの理由っていうのもあるんですよね、俺は。あ、思い出とかもいろいろあるね。そう。え、思い出。え、思い出もある。まだそうだ、まだ終わらへんだ。勝手に式なんて言ってた。え、でもこういうの時計ってさ、はい、やっぱそのスポーツとかの時につけにくいやん。そのいい時計やから気使って遊ばなあかんやん。ああ、そうですね。確かに。やろ。はい。そう、なんかスポーツ系のその、なんやろ、バーベキューしてる時のさ、いや、わちゃわちゃしてる時につけたら遊びにくいもん。俺もそういう時につけてるから俺はかっこいいなと思います。あ、そういうこと。はい。あの、ほんま仲間と海水浴に行ってアイズウールとかつけたらめっちゃかっこよくないですか。確かに。あ、ええー、な、はい、そういう理由で、まあ、あんまつけてないですよね。コレクションみたいな感じ。コレクション、いや、だからその今日買った理由じゃあ言わせてよ、ちょっと。これはなんかただお金持ちで時計を自慢してるだけみたいなね、これ。あ、全然ならへん。てるくん、いいですか。いい。これね、その、まあ、なんで時計を買ったかってとこなんですよ、うん、まあ、男ってこう、成り上がりたい欲で絶対誰しもがあるわけじゃないですか、うん、で、その時に最初に絶対言うのって女、車、家なんですよ、大体この3つ絶対に。これ時計っていうのはその3つ目には入らないんですよ。女、車、家で、まあ俺家はそんなに正直そこまでなんか
欲がないというか、うん、正直家賃何百万の家に正直住めるんですけど、うん、別に毎月払えるんで、うん、ただ別になんかそんなにそこまでその固定費っていうのにあんまりこう魅力を感じないというか、うん、だからタワーマンションも住んだんですけど、今住んでるマンション普通のマンションですし、まあ、ちょっと確か広いんですけどね、うん、まあ、そういう感じで固定費は経費を削減していこうぜっていうタイプの人間ですね、うん、で次、まあ、女性に関してなんですけど、うん、まあ、女性ももう結構もう、まあ、正直ある程度遊ばしてもらいました僕は、うん、あの去年一昨年、うん、まあ、ぐらい、うん、でもうーん、まあ、結構今は、まあ、興味がないって言ったら嘘になるんです、うん、もちろん女性好きですよ、うん、ただそこまでもう昔みたいにアグレッシブにいろんな女性が見たいぐらいの、まあ、ないんで、あと車オール持ってないじゃないですか、うん、だからそのアルバードがあるしラーメンが運転してくるしみたいな、うんうん、だってなった時にじゃあどこにお金使おうかなっていうので時計にあったんですよ。時計っていうのはその資産価値今下がらないのと、あと固定資産税みたいなのかからないです。車やったら自動車税、うん、で家やったら家賃毎月こんなにかかります。時計はもう買ったらその買った値段で終わるんですよ。でしかもこれ資産価値上がるかもしれない、うん、だから時計に変えてるだけです俺は。